ジャン・ナベール、ジーン・ナバート、1881年6月27日から1960年10月14日は、フランスの哲学者、教育家。リセの教師をしながら本を一冊出したがそのまま、教育畑でのキャリアを重ね、その後も二冊の著作や論文を発表したが注目を集めることなく、生涯を終えた。晩年まで書き続けていた大量の原稿が、 ポールリクールたちの努力によって刊行されて、以後ようやくなベールの哲学は、注目を浴びた。1881年に、フランスイゼール県の遺贈で生誕。1910年、哲学のアグレガシオンに合格、地方のリセの哲学クラスの教師となる。第一次世界大戦の開始に伴って動員されたが、負傷して、傷病兵となり、スイスに収容されて、終戦を迎える。 1924年に博士論文自由の内的経験を刊行。1931年から1941年の10年間、名門案理4成功の高等師範、入学準備学級で教鞭を取った。1943年に倫理のための要項を交換。1944年からは哲学の私学総監に就任。その後、 ビクトールクーザン文庫の長を務める。1960年、パリにて死去。ナベールは、自分の哲学的態度を、反省として、メーヌ・ド・ビランを源流に置き、ジュール・ラシュリエ、ジュール・ラニョーを追大地に自らを置いた。これらの流れは、フランス反省哲学と呼ばれる。ナベールを、自らの思想の源流とし卒論のテーマに、ラニョーを選んだポール・リクールがその主張の後継者と、 みなされている。悪についての指論の解説で、杉村康彦は、ナベールのカントにおける内的経験を読んだハイデガーが、フランスにおける最も深い、純粋理性批判の解釈だと評したという話を紹介している。ある種の行為や社会構造、実存のある側面について、そんなことは正当化できないと考える場合、私たちは何を根拠にしてそうするのであろうか。 という一文で始まる、この書は正当化できないという感情を悪に関する考察の出立点とする。例えば戦争について、どれほど冷静に考えて予見していたとしても、シニカルに政治的な計算を行っていたとしても、また、戦争にことかかぬ歴史に通行していたしても、戦争の勃発が私たちのうちに呼び覚ます感情を抑えることはできない。それは、またしても、 人類の運命が、一種の庇護から逃れてしまった、という感情である。と、自らの第一次大戦の兵士体験、執筆当時まだ生々しい第二次世界大戦の、記憶への思いを吐露した後、悪について苦渋に満ちた、怪獣な考察を進めていく。役者、杉村康彦は、常勤養分の役中で、いかにしても正当化できないという尺度なき感情のみを、 掘り下げることによって進められるナベールの悪論は存在することの悪を語るレビナスや悪の凡庸さを語るアーレントの洞察と数々の点において通じ合っていると評している。ありがとうございます。